はい、どうもこんにちは、太郎です。今日はエルノア、こちらの、まあ、槍のエルノアですね、のヒーローエピソードやっていきたいと思います。花姫っていうのかな、専用武器。この武器のすごいところは必殺吸収 G ですね。レベル3、これは本当に強いと思います。ね、防御力上がるっていうのも、光属性を含む攻撃に対してっていうのがさ、いいよね。創造主の攻撃、ルートビヒグリムとか、あの辺が光属性なんで、いいかなと思います。こんな感じですね。じゃあストーリー行きましょう。新しい力を求めて。はぁ、お、ミールかわいい。甘い。あ、エルノア、よそ見をするな。まだ勝負終わっていないぞ。おお、激しい。キャー。ふ、勝負ありだな。このさ、何エピソードめっちゃ楽しかったんだよね。あの、春を迎えるみたいな感じの。これで私の何戦何勝だったか。ただ間違いなく一つだけ言えることがある。私の全勝だ。え、そんなに強いんだ。はぁ。やっぱりミールは強いわね。何度挑んでもまるで歯が立たない。落ち込むなエルノア、そんなの無理もない話だ。わざわざ慣れない武器を使っているんだ。私に勝てなくて当然じゃないか。そっか、弓じゃなくてね。そろそろ事情を話してくれてもいいんじゃないか。私を妖精の国に呼び出したと思ったら、戦いの稽古をつけてほしいと言い出すなんて。しかも弓ではなく槍と盾を使って私と手合わせしたいだなんて。大体なぜ今更新しい武器なんて。私の運命の書には記されていたの。新たな災厄が起こることが。何？だが私の運命の書には。そもそもミールの運命の書には記されていないのかも。でもその脅威から世界を守るためには、私の夢ではなくて、この槍と盾を使わなくちゃいけないらしいの。だからこうして訓練を。その脅威というのは具体的には。まだよくわからないの。ただ一つ言えることは、災いは春の次に起こる。うん。私たちは永遠の冬を打ち砕き、春を取り戻した。けれど季節は巡るもの。春は終わって、必ず次に夏が訪れる。そうだね。世界を封じ込めた冬とはまた違う脅威。世界を終わりへと導く滅びの夏が。ごめんなさい、ミール。実は私はまだ完全には理解できていないの。いや、それで十分だ。しかし、滅びの夏か。そのために新しい力が必要と。しかし、そのために新しい武器が必要だなんて。うんうん。それでもやらねばならんのだ、娘よ。この声は。パパ。パパ来たね。父上。どうしてここに私を追いかけてきたんですか？ミールが。バカを言うな。娘の後をつけるような情けない父親がどこにいる。こいつだろ。こいつだと思うんだけどな。私は私の意志でここに来た。妖精姫。エルノア、リンレース、お前に会うために。私に、元魔王であるあなたがですか？そうだ。エルノアよ、お前には力をつけて備えねばならぬ。故に、我が娘に代わり、私がお前に稽古をつけよう。どうだ？マジか。まさかのパパ登場。じゃあ、二つ目いきます。インベルノさんが私に稽古ですか？インベルノさんは未だに強力な魔力と戦う力を持っている。でも、だからって。槍と盾を持ち戦う決意を固めたお前は、最も身近な友である我が娘に声をかけたのだろう。弓と槍ではあまりに勝手が違うからな。だが、娘との生ぬるい稽古では、お前はいつまで経っても滅びの夏に立ち向かうほどの力を得ることはできない。なぜなら私に見なくて、喜ばしい限りだが、我が娘は、とても優しい子でな。
見抜かれてたかな。どうしても相手に手心を加えてしまうのだ。特に友であるエルノアはその最たる例だろう。本気で稽古をつけることなどできるはずもない。父上、いきなり現れてなんてことを。優しいなどと褒めてくださるのは結構ですが、その後の言葉は納得できません。私はエルノアに本気で稽古をつけられます。私がエルノアを強く見せて見せます。絶対に。おお。エルノア、めっちゃ噛んでる。エルノア、リーンレースよ。娘はこう言ってるようだが、お前の意見を聞こうか。う。だが、私と同じく脅威を感じ取ったお前だからこそ気づいているのだろう。夏は待ってはくれない。季節は巡るものなのだから。私の冬のようにずっと変わらぬ世界が続いてくれるわけではないのだ。悠長なことは言ってられんぞ。わかりました、父上。ここは私が引きます。エルナーの稽古は父上にお願いできればと。なるほど。私と父上を選ばせるなんて、そんなこと私はエルナーにさせたくありませんから。ミール。すまないな、ミール。お前は、優しい子だ。さて、エルノアリンレース。もう、エルノアでいいよ。リンレースだったら呼びにくくなっちゃうわ。娘はこう言ってるが、構わんな。はい、よろしくお願いします。インベルノさん。心得た。それでは稽古を始めるとしよう。ですが、父上、一つだけお願いがあります。エルノアはまだ弓以外の武器の扱いは素人です。できれば優しいやり方で指導を。ほう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 。行くぞ、エルノア。手加減はしない。激しい。キャー。エルノア。ミール、ここは私とエルノアの問題だ。娘であろうと手を出すことは許さない。滅びの夏を免れるために、妖精姫は、新たな力を手に入れなければならない。それだけはこの世界を救う唯一の方法だ。覚悟しろ、エルノア。私は娘たちが優しさなど一切持ち合わせていない。だからこそお前を鍛え上げることができるのだ。新たなる未来を紡ぐために。現代社会でこれやったら、ブラック教師とか言われちゃうんだろうね。最後行きましょう。はい、行けましたよ。これで傷はすぐに治ると思います。いいね、トライン。いつもこの二人が出たらしっかり出てくるよね。ここしばらくずっとお世話になってしまって、 いえ構いませんよ。傷に合った薬を調合するのが薬師である僕の仕事ですから。とはいえ正直驚いています。冒険の時です。すら、エルノアさんがこんなに怪我をすることなんてありませんでしたから。そっかそっか。前に出て戦うとね、前衛と後衛だから余計違うよね。誰かに守られるのではなくて、私が他の誰かを守る立場になった。とても誇らしい怪我だと思うわ。エルノアさんがそう考えているなら、僕からは何も言うことはないんですけど。ミールが心配そうにしてる。おお。ああ。どうしてエルノア、その程度でお前は膝落ちにつくのか。その程度の覚悟でお前は皆を守れるのか。この世界を救うことができるのか。もう一度お願いします。ガッツがあるな、エルノア。元よりそのつもりだ。エルノアってこんなやつだったっけ？なんか意外。私は二人の特訓を見届けた。そのあまりに惨な訓練。そして瞬く間に時が過ぎた。春の息吹が薄れ、かすかに夏が顔を出し始めた頃。お。やあ。おー、特訓は終わりだ。私から教えることはもう何もない。あ、ありがとうございます、インベルノさん。私、
疲れた。ミール、うん、平気。気が抜けて疲れが出ただけだから。エルノは父上に礼なんていうことはない。私はずっと二人の訓練を見てきたが、あれは過酷なんてものではなかった。父上が世界を冬で覆わんとしていた頃、部下たちに施していたものですら生温かく感じる訓練だった。父上、私はあなたを敬遠します。ミールが、私はあなたがこんなにも冷酷な人だなんて思わなかった。てっきり父上は。それは違うわ、ミール。エンベルノさんはとても優しい人よ。あら、だって二人は親子だもの。似ていて当然よ。ええ。今世界には危機が迫っている。そのためには私が強くならなくちゃいけない。だから、インベルノさんが来てくれた。インベルノさんは世界を愛していて、この世界のことが好きだから、私に厳しくいろんなことを教えてくれたのよ。冬のように冷たい人なんかじゃない。春のように温かな心を持っているからこそ、インベルノさんは今、ここにいるの。そうですよね、インベルノさん。私の役目は終わった。何も話すことはない。あ、恥ずかしがり屋なところも見るとそっくりなのかしら。夏の風だわ。そうかもしれないわね。でも今の私にはこの槍と盾の力がある。負けたりなんてしないわ。絶対にこの世界を守ってみせる。おー、ということでこの武器をゲットと。ありがとうございます。面白かった。なんかエルノってこんな子だったっけ。なんかすげえガッツあるな。全然姫って感じじゃないっす、本当にって感じですかね。ということで今回これで終わりにします。また良ければご視聴お願いします。ではまたね、バイバイ。